今回のイベントでは、ヤマハの AFC イメージという技術と AFC エンハンスドという技術を2つを用いております。その2つの技術を使いまして、大ホールと小ホール、リハーサルスタジオ3つをつなぎまして、実際演奏していただく方々に同一空間を提供するとともに、リアルタイムで一つの音楽を作り上げるということを考えてシステムを作っております。一つは大ホールでお客様が入られている空間でメインのオーケストラを演奏しております。でもう一つは小ホールを使いまして、そちらには大きなコーラス隊が入っています。61名のコーラス隊が入っています。でもう一つはソロの楽器を扱うためにリハーサル室を使っています。その各々の会場、小ホールとリハーサル室の音を大ホールに送り込んで、送り込んだ音を大ホールのミキサーで混ぜて、大ホールであたかも演奏しているかのように PA をしております。通常こういうエフェクト的なイベントをやるときっていうのは、専門のそのエフェクト、いわゆる効果の人が来て、例えば鳥はそこから鳴ってるからそこから鳥を鳴らすっていうようなことをするんですけれども、ヤマハのイマーシブシステムっていうのは座標を非常に多くの点を使って正確に再現できるんですね。正確に座標に置いていくっていうことを自動でやってるんですよ。ホールの中にいながら、異空間、また違った場所に行けるような、空間と空間が制約を超えてつながれる、新しい作品を作りたいと、そういうふうに思いまして、今回ご一緒させていただきました。例えば野外のクラシックとかっていう現場もありまして、そういうとこってまず反射物がないので、デジタルのリバーブレーターでつけるっていうことなんですけども、それはあくまでもやっぱり人工的な感じしていましたけれども、FC においてはそのやっぱりデータの内容が全然違いますので、より自然に聴かせることができるということにおいては飛躍的な進歩ではないかなと思います。今まで史上ね、クラシックのその音響においては、最上の結果が出てるんではないかなというふうに思います。